罪状によって刑務所の厳しさって違う。あ、関係ない。罪状によって刑務所の厳しさか。例えば福岡、刑務所にいたら、福岡刑務所にいろんな犯罪を犯してる人がいる。だからといってみんな平等です。罪状によって別に、何か重くなる規則とかルールとかがあるわけじゃないので。ただ刑務所によっては、厳しさが違ったりとかは多少ある。今で月20ぐらい稼げてないと仮に借りられても維持できない。あ、家を借りてもってことか。月15万ぐらいあればできるんじゃないか。20万、まあ最低限で、最低で、ほんと最低だけど15万ぐらいあれば家賃も含めて、まあ家賃4、5万と考えた時にね、それぐらいにした時に、15万ぐらいあればなんとかできるんじゃないか。20万あればね、ちょっと楽になる、なるとは思うけど、もちろんな。カツカツでやらなくて、だったら20万ぐらいだろうけど、確かにそれはね、今のご時世厳しい。俺さ、出てきてからさ、俺が刑務所に入る前と出てきてからって、光熱費がやっぱ違うんだよな。物価高騰が始まったのって、俺が刑務所に入ってからだから、捕まってからなんだよ。なので、その違いが俺わかんないじゃん。ケンドリックじゃない。なんで、まあそうだよね、確かにな。今、共同トイレ、風呂なしでいいじゃん。都内でも3万とかある。風呂なしはちょっとね、ダメだよ。風呂なし無理。共同トイレはいいとして、風呂なしはちょっと無理ですよ。だって、銭湯とか行くのにお金かかるじゃん、まず。毎日。それ考えてやっぱり風呂あるところを借りた方が、家賃がちょっと高くなっても風呂借りた方が絶対いいもん。だって俺配信終わってからと配信始まる前絶対風呂入るもん。シャワー、まあ風呂ってかシャワーだけど、今は。必要だよ。だってお金が余分にかかるもん。余分に。余分にかかるってことを考えたら、目先のことじゃなく、生活した時に、風呂問題でしょ。これはでかいよ。まあ、そこは必要だよね。パイセン名義で借りるつもり、まだその借りる目処が立ってない。それは最初に借りるために何が必要かって言ったらお金じゃん。お金の次に次、不動産屋行って、自分が借りられる物件っていうのを探さなくちゃいけないじゃん。これ結構大変だけど、まず最初のお金が貯まる段階来てないので。今日いくら？今日600円ぐらいです。収入。今放送やって49分で600円ぐらいです。風呂とトイレ一緒？あー、本当は嫌だよ。はくる。風呂とトイレ一緒嫌だけど、贅沢は言ってられないなと思う。そこは。もう正直、今、俺、浴槽入ってないのよ。浴槽がある風呂場と、浴槽はあるんだけど、浴槽に風呂を溜めちゃいけなくて、シャワーしか使っちゃいけない風呂場があるんだけど、で、浴槽にお湯が溜まってるところは、9時までなの。使用が。で、9時以降は24時間使えるシャワーのところがあるんだよ。俺そこを使ってるから今、ずっと出てきてから。だから別になんか、まあ仕方ないかな、正直。正直仕方ない。所沢か、所沢でもまあでも贅沢、所沢、東京近いじゃん。所沢でもまあいいかな。月収5、6万のやつがどうやって月収15万に上げるんだよ。月収5、6万、俺どれぐらいなんだろうね。そのね、今出てきてから12月、1月、2月、3月、4月、5月まで過ごしてるわけじゃん。バラバラなんだよね。バラバラなんだよ、収入が。本当にすごい点でバラバラすぎちゃって。12月はそこそこ、ね、出てきたばっかなので、12月そこそこ。まあ、半月ぐらいだけど、そこそこ、1月、2月、3月、で、3月、4月って放送あまりやってないのよ。で、5月は誕生日だったから、ね、他の月より多いけど、バラバラすぎてね、例えば、極端な話だよ。1月は1万円しかないのに、ね、2月は、例えば15万あるとか、そう、こうなので、そこだよね。
親戚が所沢でアパートやってるから聞いてみようか。本当ですか？聞いてみてください。よろしくお願いします。はい。ただ、不動産屋にアパートを物件出してると、俺とその親戚の方いるでしょ？ね、大家さん。そこでの交渉ができないんだよね。やってはいけないんだよ、これ。うん。だから、不動産屋通してなくて、まだ通してなくて、まだ不動産屋に物件空きありますよっていうのを通してなければ、俺とその親戚のね、大家さんとの話ができるんだけど、これ不動産屋通しちゃうと、大家さんと俺との直接交渉がダメなんだよ、これ。なんか、その、不動産のなんか法律かなんかの状況で。いや、踏み倒されるっていうか、前家賃にしてもらいたいなと思ってて。信用がないの、信用がないなら、前家賃。例えば、2ヶ月分とか3ヶ月分納めといて、納めといて3ヶ月分納めるじゃん。で、1ヶ月こうやって、住むじゃん。そしたら次の月は、この3ヶ月分はあくまで保証金として取っとくだけであって、また1ヶ月分のまた家賃払うっていう、保証金制度みたいにしてもらいたいなと思ってるよ。そういうのがあるなら。うん。あ、よろしくお願いします。養子縁組。そうだ。養子縁組の話なんだけど、だいぶ前に、1月か12月だか忘れたけど、それぐらいに、ゆうかさん養子縁組いいですよっていう人がいたんだよ。自分もう60過ぎてますけど、ね、ゆうかさんの放送ちょろっとしか見たことないしっていう人がいたんだよ。別に、ゆうかさん何か求めるわけでも何でもないし、私に損も別に特にないんでってあったけど、ちょっと怖い。ちょっとさ、知ってるリスナーさんのところに、養子縁組いいですよってわかんないよ。ちょっと知らないリスナーさんが LINE 来たことに対しては、その、なんだろう。なんか怖いよな、俺も。知らんから。うん。知ってる人ならね、別に一応養子に入りましたよって形はさ、保険からかけられて殺せる可能性ないだろ、さすがに。だから、うなちゃんマンとかな、本当はな、俺に養子入れてくれよかったのな。ああ。そしたら、佐野ゆいがになるじゃん。あ、さ、佐野忠之になるじゃん。それでもいいよね、別に。なんであいつ俺を養子に入れてくれなかったんだよな。リスナーの紹介で、まあ、それもあるよね。あのさ、最近、あの、ふわっちなんかさ、リスナーさんがさ、オーナーでさ、家をさ、家を持ってる人っているんだけど、それが配信者が借りて、仲悪くなって出てけっていう話になったりとかも聞いてるし、で、ミズニャンが今住んでるところが、リスナーさんの家なんでしょ？リスナーさんが借りてるか、リスナーさんの物件なのかわからないけど、なんか、まあ、いろいろあるんですよ。契約がリスナーさんなのか何なのかわからないけど、そういうの怖いよね、出されるのが。養子になればアパート借りられる。借りられるね。養子になれば。刑務所行くたびに名字で変わる人いるね。うん。あの刑務所にさ、不老者みたいなおっさんいるんだよ。家賃はいくらまで？いくらか。5、6万。出せて6万かな。7万ちょっと厳しいな。できれば。5、6万。できればもっと下でもいい、下も嬉しいんですけど、出せて5、6万だよね。5、6万だったら出せるなと思うから、毎月払えるなと思う。家賃を優先するってことを考えれば。新恋は、だから、その、あれが通らないんだよ、審査。そうそう。家賃が安いところはあるんだけど、あれなんだよ。部屋の広さ、できれば、6畳ワンルームでもいいし、6畳ワンルームでもいいし、1K でもいいし、4.5、まあ、我慢し 4.5。我慢っていうのが変だけど、4.5 でもいい。もうこの際だってな、わがまま言ってられないから、風呂トイレあって、風呂トイレ一緒でもいいから、風呂トイレあって、ね。で、キッチンちょこっとでもいいからあって、そんで、まあ、4.5 畳ぐらいのワンルームでもいいわ。まあ、できれば、6畳ぐらいでいい。そう、審査が問題なのよ。んで、リスナーさんが例えば、その、契約してくれて、俺が住むってこともできるわけよ、これ。できるんだけど、まあ、それはリスナーさんと揉めるからね。大阪はちょっとダメですね。
もう八王子行けよ。また俺八王子戻んの？また？つかさ、もう八王子は遠くて嫌なのよ。簡単に言うと、俺もさ、基本的に雑談配信だから部屋の中でずっと配信するわけじゃん。だから外に出ないだろうと考えてるかもしれないけど、例えば何かあった時に都内の方に出る時に八王子ってさ、新宿まで行くのに四五十分かかるわけだよ。電車で。ってさ、もうその時間がもったいない。時間が。金も高いし、新宿、八王子から新宿行くのに500円くらいかかるし、片道。せいぜい300円だよ。サメちゃん神奈川でしょ、あそこ。時間はあるじゃん。そういう問題じゃねえ。八王子はちょっと遠いよね。確かに八王子のリスナーさん結構いるんだよ。俺が知ってる限り2、3人いるんだよ。優しい人たちがいるんだけど、八王子は八王子ね、グループみたいになんだよ。仲良くなるとマジで。八王子の人は本当に八王子の人間のこと好きだから、で、八王子から出ねえのよ。うん。ちょっと原宿とか渋谷行くと、そわそわしちゃって、あ、俺ダメだわって言って、八王子でやっぱ遊ぶんだよ。買い物も八王子、遊ぶのも八王子だから。行徳？行徳か。なんもねえよな。兄弟あれなんだよな、元兄弟分がいるんだよな。赤羽、ああ住みやすいけどちょ物件が高くない？じゃあ赤羽王子はさ、その今住みやすいじゃんすごく。で昔はすごい治安が悪かったんだよね、泥棒が多かったんだよ、空き巣とかが。今オートロックとかの、ま、マンションとかができて、コーポとかさ、ああいうのができて。で、赤羽でなんか特にさ、栄えてんじゃん。駅前とか、生活もしやすいし、ね、その物も安いし。だからね、人気でね、物件が空いてなかったんだよね、昔探した時。そもそも余裕ぶっこいてるとお前間違いなく詰まる。それをさ、なんだろう、みんなのさ最低限の生活と俺の最低限の生活が違うんだよな、多分。だから俺46年間なんとか生きてきてんじゃん、一人で。みんなよりも多分自立は早い、自立っていうかさ、その親とかと生活しないでさ、親元から離れるっていう生活がね早いし、で、なんとか46年間生きてきてんじゃん、俺。だから、これ以上積むことも特にないような気がするけど。だって別にじゃあこれで、じゃあ家がなくなり、住む場所がなくなりました。路頭に迷います。大変だなぁと思うけど、別にどうにかなるだろうと思ってる自分がいるんだよ。正直。そう、家がなくなって、まあ、そのうちどうにかなんだろう、まあ、日銭に稼いで、ね、カフェ暮らしかなんかするか、まあ、どうにかなんだろうっていう思ってる自分もいるのよ、正直。だって46年間生きてきてるんだ、これ。田舎暮らしはちょっとモモリ無理だな、寂しい。犬目が一番良かった。犬目はね、まあ良かったよ、配信する環境としては。ただ、オートロックじゃねえから、そうそう。やっぱ、ガラス割られ、家に不在の時にさ、いろいろいたずらがあったっていう問題がある。彼女が心配するからホームレスはダメだよ。ああ、まあね。でもまあ、まあ連絡は取れれば大丈夫だよ。え、気合して、連絡が取れれば。彼女の家はまあ実家だから。そんなんだな。結婚はできて、結婚？まだ結婚は先だろう。1年後ぐらいじゃない？結婚するとするなら。まだそういう話にもなってないよ。だってまだ付き合って2ヶ月ぐらいだぞ。3月付き合ってから4、5。もうすぐ3ヶ月か。そんぐらいだから。